はい、どうもこちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちはではないです。こんにちはではないです。時間は、はい、今日は6月11日です。はい、日曜日、時間が10時4分です。はい、はい、今日は日曜日でした。はい、どうでしたか、日曜日は。ガンバレジェンズやってきました。はい、ガンバレジェンズやってきました。勝ちましたか。負けました。負けたか。何回やったん。4回やって4回とも負け。わかんな、語れへんねんな。バトル、あ、強敵ボスバトルやってる今、うん、そらむずいかもしれんな。どんなカードを持ったんですか今日は。強敵ボスバトルは、うん、わあのゴールド、ゴールド、あ、ゴールド、はい、ゴールドと受け継がれし戦士、受け継がれし戦士と、はい、オマジオ、オマジオと、ライジングのカードばっかりやな、うん、強いの。でもそれでもライジングでもみんなやられたら強いな。強い、まあまあ強いけど。あ、それとゼロワンゼロス惜しかった。あ、ライジングやったらほぼほぼ無敵のカードやんかな、このカードやったらな。なあ、レジェンズのカードもやっぱ強いんやな。だってそのゴールドとかオーマとかさ、あと0102とかってレジェンズの時はもう最強カードやん、うちの中で、うん、なあ、全然格上のカード、全国大戦で勝ってたレベルのカードやのに、それでもわかんねえやん。ガンバレジェンズ、レジェンズのやばいな、むずいな。ガンバレジェンズの方がせっかく強いカード手に入れたのにもうなくなってな。そうやん、ガンバライジング面白かったのにな。まあでも言うても仕方がないからレジェンドで頑張るしかないねんけども。はい、はい、で今日は4回やって4回とも負けたと。はい、ということで残念でした。はい、そして今日じゃあ出たカード紹介しましょうか。はい、出たカードはこちら、いきます。ブルーズン、さあこっからがハイライトだ。ギーツマグネムブーストフォーム、不屈の闘志。初めてパンチアイコンの方のギーツやな。お前パンチキックアイコンですな。いつもギーツは銃やな、ガンバンやな、バンキックやな、うん、パンチもあるのね。これだけ、これだけ、あとダブリ、うん、これはこれダブリ、持ってカード紹介、次持ってカード、はい、じゃあ次持ってカード紹介してください。次持ってカードはデュン、セイバーブレイブドラゴン。こんなんで勝てるかいな、こんなんで勝てるかいな、兄貴。また負けんでいいの。 LR 使っても勝たれへんって言ってるんだけど、あ、これやでも SR ゾンビアサルトシェイバー、シェイパー、シェイバーってヒゲ剃りやんけ、シェイパー。新時代だ、怒涛の追撃ゾンビやな、うん、チームにアタッカーが2体以上いる場合自分の攻撃がダイヤ、アタッカー持ってかなかんで、ね、2体のアタッカー、うん、はい、続きまして、あーっとおーっと、もうこんなんで勝てるかいな、こんなんあかんって。響きレアやん、いや好きやったらええけど別に。勝つのは無理やで、分かった、うん、負けるで、いいねんな、うん、はい、ズン、バッド、マジでこんなん持ってくの。はい、エビル、バッドゲノム、そしてすっきゃな、好きな、これすっきゃな。フォーゼメテオフュージョンステイツ、はい、すっきゃな、すっきゃな、このカード、ドリルキック、うん、ブーン、ブーン、ディケイでたあっちの LR? だっけ、うん、あっちのキャンペーンか、あっちにしたらどう、パンチキックやったら、あ、パンチキックされてんの、え、ちゃうの、スラッシュで揃えてる、うん、
まあ、前面に押し出して西側の兵器を使ってきたと。全ポーズ。まあ、戦いがこれまでとは違うぞと。クロノス。こういう、まあ、あのメッセージも、まあ、これ九州系が良かったかな。九州するかな。バスバトルでは吸収されんのかな、この人は。まあ、もうなんかそれアビリティはもう生きてるのじゃん、ライジングカード。生きてんのかな、どうなの。それも懐かしいな。これも好きですね。懐かしいな、はい、好きなカード持っていきます。ライジング時代の好きなカードを持っていきます。これも勝負は捨てています。はい、うん、これもあれ、うん、強いんかな。強い強い強かったよ、このカード。もう最後らへんはなあかんかったけど、始めた時ぐらいは、うん、あのゼロワンとかジオぐらいの時はまあ全然強かったよ。ゼロワンから一気にガンと強なんねんな。ゼロワンセイバー、うん、ゼロワンセイバー RT の次なんだっけ、ズバッとバッと、うん、ZB 弾ぐらいからなんか急にうわーって強くなるカード自体が。これは BS 弾、 BS 弾、ね、BS、 なるほど、ボトルマッチちゃう、ボトルマッチちゃう BS、 なるほど。でもこれ古いな、このカード強かったな。ライダータイムちゃうな。まあ、じゃあ RT や。何やろ、BS。あれちゃうな。え、セイバーはズバッとバットやろ、ゼロワンはライダー。バーストライズ。バーストライズ。BR。BR。何やろな、それ。まあいいか。はい、以上です。というわけで、こっちゃん、今日はこの、出たカードはこの、カードでギーツマオグナムブーストホームで、次持っていくカードはこの、まあ、ライジング系のカードを、ライジング系で楽しませてもらったカードを持って行って遊びたいと思います。はい、はい、じゃあこちらというわけで今日は久しぶりにやりました。動画、はい、動画久しぶりに撮りました。なかなかできなくてすみません。ちょっと僕仕事が最近で遅くてなかなかできないんで申し訳ない。はい、アンバライジング、はい、今次持っていくカードと、うん、出たカードを紹介しました。はい、という話でした。じゃあのーポーズリスタート。